セブンイレブンハートイン、博多駅畜縮地点大阪駅改札街にあった、ハートイン、大阪駅構内店姫路駅南出入り口横にあった、ハートインの店舗ハートインの旧ロゴデザイン、住吉駅の店舗ハートインとは、JR 西日本デイリーサービスネットとその子会社が、西日本旅客鉄道管内で運営する、コンビニエンスストアのブランド名。もともと旧 JR 西日本リーテックスが、 運営していたが、旧西日本キヨスクと合併し、JR 西日本デイリーサービスネットとなった際に、旧西日本キヨスクの支店エリアごとに分社化され、現在はこの各社により運営されている。店舗は、運営会社大いたの関係から、原則的に駅構内や駅前に立地するが、JR 西日本の駅から離れた、日ご橋店や、JR 西日本の子会社が建設したマンション内や、 ホテル内に設置された店舗などもある。小型コンビニ業態は、デイリーインのブランドを用いていたが、2012年11月1日から、近畿圏の店舗が、ハートインブランドに統一され、同時に、ハートインのロゴデザインが変更された。さらにセブンイレブンジャパンとのフランチャイズ契約により、2014年からセブンイレブンハートインに順次、ブランド転換されることとなり、 現在では全店舗のブランド転換が完了したことで事実上ハートインは消滅している。本校では転換後の同ブランドについても記述する。店舗の形態や取扱い商品は一般的な街中のコンビニとほぼ同じであるが駅構内ということから土産物などを扱う店舗や旧国鉄時代の物資部店舗からの流れで鉄道職員を 主な対象として時計などを取り扱う店舗が存在したこともある。駅構内ということと駅営業時間に合わせて24時間営業の店舗はごくわずかである。2005年10月からアイコカ電子マネー機能による商品購入サービスが始まった。大阪駅から始まり、ハートイン及びデリーインの内デリーイン福知山を除く京阪新築前店と広島。 岡山地区の一部主要駅店舗、福岡地区の一部主要駅店舗で利用が可能となった。また、ハートインの大阪店、天ヶ崎駅前店、金沢店、デイリーンの福山新幹線店、特定の複合店などでは一部のクレジットカードが利用でき、J ・ウエストカード使用時には J ・ウエストポイントが2から6倍となった。2014年以降、 セブンイレブンジャパンとの業務提携により、セブンイレブンハートインに順次転換されることとなった。その後、2017年9月に、鳥取駅構内のハートイン鳥取店がブランド転換のため休業し、同年11月には、セブンイレブンハートイン JR 鳥取駅店として、リニューアルオープンしたことにより、ハートイン全店舗のブランド転換が完了している。転換後の店舗は、 既存のセブンイレブン店舗に準じたサービス内容となり、7個や各種クレジットカードでの決済が可能となっているほか、セブン銀行の ATM も設置されている。このほか、デイリーイン及び JR 西日本管内のキヨスクについてもセブンイレブン系の店舗に順次転換しているが、倉吉駅構内にあった最後のデイリーイン店舗がブランド転換のため2018年10月に、 閉店したことにより、同ブランドの店舗は完全に消滅している。なお、JR 西日本デイリーサービスネット、またはその子会社による運営であっても、JR 西日本の駅や関連施設に隣接しない、市中の店舗については、ハートインのつかない、通常のセブンイレブンとして運営を行っている。ありがとうございます。